じゃあ妖怪ウォッチウキペディアやっていきましょう。もういきなり自分同士でいいかな。こんな感じ。ハイロはスザクなのか。なんかコロコロコミットだと仙台じゃないんだけど、そして覚醒もちょうど今プニプニで活躍してる。プニプニであってキューピリアなの覚醒もグレードかな。でもどうせまた四天王寺まで行くの大変だよね。四天王寺まで前回同盟はどうだろうな。3、4000円で行けたんだ。待機事件神社が増えたんだ。公園吹雪姫が桜本町、そしてこの辺からも待機事件こんなのか。待機事件のパターン、ステンボールまで結構速くて助かるの。裏山の神社がただの神社だった。でもなんでスザクが最後なんだろう。普通してあんまないんだよ。3話かあんのよ。失礼な爆弾が地場にある。この旧タイプ地場にはいつになったってるかね。シャツサイドのガンマライジングよ。ライダータイムの1段俺の時間は俺が向かって。まだあるよ。よいしょ。トマさんだ。今度アニメ熊次郎出るんだ。じゃあジバニャンにしよう。なんか似てる気がする。この力足りるね。トーモス。どうなんだろうな。楽しいバトルにしようぜ。友達確率下がって、こんなとこで使ってる場合じゃなかった。仮面ライダーバトル、頑張れ。ライダーライブ1段、俺の時間は俺が向かって間違った。
スーパー戦隊ゴジラ、最高戦隊ルパンエンジャー、警察戦隊パトリンジャー、ジョンだ。最後ね、行きます。俺の怪我しちゃうわ、ありがとうございました。引き続きまたね、やりますので、次回もお楽しみください。それでは。